今日豪華ですね。いや豪華すぎますね。ちょっと初の女性会で、いや本当に今日はね、もうバリキャリの3人ですからね。いやでももうなんかそういう時はですか、こう生々しい話をするんですか。みんなやっぱトレンドを自分から見出せるからいいね。インスタフォロワーもだって、こんばんは、マワスチャンネルです。マです。今日はですね、初めて女性ゲスト、しかも3人来てくださってます。華やか。ちょっと今までとは雰囲気違うと思うんで、じゃあ僕は緊張するんですけど、ちょっと内田さんに場を作っていただきましょう。よろしくお願いします。やりましょう。じゃあ早速中へと。はい、3人華やかですね。3人華やか。じゃあ改めまして、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ先に乾杯をさせてもらっていいですか。はい、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にキラキラしてますね。でも黄色いというか、女性は初です。女性初ゲスト、しかも3人も初なんで、ちょっと自己紹介的なのねしてもらってね。じゃあ皆さん自己紹介。はい、皆様はじめまして、アルバムのディレクターやっておりますたつみと申します。よろしくお願いします。お願いします。カメラ見て喋るのね。そうなんだ。あれですよね。あれで、はいはい、ザ・レミーのスタイリストの倉田さとかです。よろしくお願いします。お願いします。ゼロ表参道店長の藤原愛です。お願いします。お願いします。いや今日豪華ですね。いや豪華すぎますね。ちょっといい匂いがしますね。なんか全体的にいい匂いしますね。初の女性会で、いや本当になんか3人も初ですよね。いや本当ですよ。しかも僕初対面なんで2人、うん、あ、そうか、あ、そうなんだ。そうですね。うちゃさんは全員、もちろんもちろん全員、ありがとうございます。でも夏美ちゃんとはちゃんと喋んなかったですね。そうですね、見てただけって感じです、私が、ね、勝手に。今日はこういうハボリー、なんか一応関係性、あ、そうですね、一応関係性だけで言うと、そうですね、何年前かな、はい、もう見て、前回ね、あのアルバムのノブさん来ていただいた時にお話ししてくださったんですけど、はい、僕が福島から上京してきたのが4年前ですね、うん、東京に来たのが4年前で、もう4年前なんだ。そうですね。で半年間アルバムでお世話になった時に、うん、七津美さんが直属の上司でもういろいろ指導していただいたっていう記憶がございますね。まあ最終的に裏切ってやめた。いやセンシティブなんですよ。私はすごい覚えてるんですよ、ケンゴちゃんがなんて言ってやめたのか、はい、僕はやっぱりセミナーをしたいと、僕は誰かの前に立って、やっぱりこう自分の持ってる知識とかを誰かに伝える仕事がしたいと、はい、その時の夏美さんは今だから言える、まあなんか衝撃的というか、なんか僕はアシスタントつけずにセミナーやりたいんですよみたいな。結構名前が出たんですね。私からするとやっぱりノブさんとかってたくさんアシスタントつけて、アルバムって大きい看板を背負ってセミナーしてるから、アルバムに入ってセミナーをするってことはそれだけ看板を背負ってことなんだよ、ケンゴちゃんっていう話をしてたんだよね。大丈夫ですよ。まあ、でも今思えばなんかそういう道も作ってあげたらよかったなと思うし、めちゃめちゃ良くしていただいて最初はもう結構バチバチ、いや飲みに行ったりとかしてよね。そうです、逆らうどころかって言ってるだけで、はいはい、本当にもうめちゃくちゃ尊敬してる。同い年なんですよ。そうだね、こういう言い方もあれですけど、僕も結構自分でイケてると思ってたんですよ。同い年だしバリキャリでやってて、この人には逆立ちしても勝てないなって初めて思ったんです。そのぐらいもう圧倒的でした。今ももうすごいですし、目に出ないですよ。やっぱ営業中はなんかそんな絡みはないないんですよ。営業中は忙しいので、ね、でもケンコちゃんは端っこの席で一生懸命ブリーチューですよね。その間夏美さんはずっと5、6人掛け持って、はいはい、テレポーテーションみたいなって、ほぼしゃべないんですよ。それで最初にじゃあ夏美さんにちょっといいですか、話が、あのいろいろちょっと話をさせてもらったんですけど、半年でね。そうですね、本当にスタッフから愛されてたんですよ。いやいやいや、なんかこのキャラだし、ケンゴちゃんちっちゃいし、バレてないですよ、まだ画面上で。違うじゃないから。なんかやっぱ愛されキャラだったなって思うし、今でこそ本当に自分がやりたいって言ったことを貫き通してるなって思うんで、なんか目見てほしいなと思って。夏美さんで喋ると泣けるんですよ、なんか俺分かんないですけど。と、ね、いうことで、まあ、ここはそういう感じですけど、はい、で内田さんとでも、もともと絡みは、もうなんか軟骨市みたいなやつあるじゃないですか。ずっともっていうなんか会がありまして、なんか手にマジックでずっともって書かれますよね。そうちらさんもやってたんですか。もう一人ね、リムの話は、はいはいはい、3人がなんかすごい仲良くて、それぞれと知り合ったんですけど、はい、3人の会に僕も参加して、どういう経緯で入ったのか私聞いてみたかったです。それをさっき思い出そう、なんでどこに一緒にいたか思い出せないんですよ。ずっともう俺も入れてよみたいな、はい、内田さんから出てるって4人でマジックでずっともって、油性マジックで書いて、これ明日営業でこれここ
のままじゃんって言って撮影中。え、ここの質問どっから来たの？何きっかけずっと。いや、最初雑誌とかでなんか仕事をしてるのをすごい見てたんで、うん、なんかこんな若い人でなんでこんな雑誌載ってんだろうっていう素朴な疑問があったんですよ。多分若いって思ってくれた。そう、そしたら年上だったんですよ。インスタフォローし合った時ぐらいにコメントを入れてくれて、だってメッセージやり取りして今度お会いしたいですって言ってから、じゃあまず最初2人だった。2人で会いました。2人で会いました。そうなんだ。あ、こういう場とかじゃなくて普通にプライベートで、そうですそうです。お店も近かったし、なんか仕事帰りとかに外にいると目立つから、めっちゃ坊主の韓国っぽい女子だなと思った子がその SNS で来る子が。あ、じゃあ店も結構近かった。店近くで移転、ね、私が店舗変わってこっちが移転してまた今近いんですよ。今もね、すごい仲いいね。この間も旅行して。昨日も一緒に行って、今日もカラオケ入って。すごい。ずっとですね。家も近い。家も近いですか。そういう時はあれですか、こう生々しい話をするんですか。確かにどういう話。ああ、いやでも仕事の話しか基本しないんで。どういう話するの。いや、なんか私が相談なんて生々しい。お金の話。お金の話もするんですか。お金の話をするよ。もしますね。最近じゃあ話したし、生々しい話しかしてください。バスツアーに2ヶ月の間に2回行ったのか。そうですね。長いじゃないですか、いろんな、はいはいはい、今抱えてるいろんなことが、はい、ずっと喋ってくれる。お店なんか規模がやっぱ違うんで、はい、ここだったらどういう風にやってるんですかみたいな内容すごい聞いてくれるんですよ。これ、今後のこっちにも生かしていきたいみたいな。確かに。それ以外はさとこの今抱えてる結婚式という舞台が。あ、結婚おめでとうございます。おめでとうございます。そう、結構電撃婚だったんじゃないですか。そうですね。うちの社長にしか基本言ってなかったので、聞いてないんで私も。あ、そうかそう。え、マジで？ずっともですら知らなかった。インスタで上がってきて、ずっともにも知らないの。付き合ってるのは言ってない。じゃあ、ね、ね、髪伸ばすんですか。いや、上だけ。和装なんで、カツラをかぶるとかってなった時に、ここに逆毛を立てられて、なるほどなるほど。さすがに1センチとかじゃないですか、いつも私。確かにね。女性にも聞いてもらったことあるんですけど。1センチ。長いんですね。1センチからすると確かに。そうです。すごい。今日はね、もうバリキャリの3人ですからね。いや、だからもう、インスタフォロワーもだって。いや、何を言ってるんですか、もう本当に。いつからバズったとか聞きたいですね、やっぱり。それこそ私はアイリさんを見てた側だったんで、アイリさんがエドドット使ったらエドドット今日は使おうみたいな、ショートのアレンジを、その前から見てました。確かにね。自己ブランディング上手な3人だからね。いや、それはだから聞きたい。これ聞きたい人いるんじゃないですか。いや、だから女性美容師も結構見てくださって、うん。ね。3人とも共通して言えるのは、自分というスタイルっていうよりは、自分というのを、ね、打ち出して、出して、ね、なんかそれね、好きで来てくれるみたいな。さえちゃんのとこなんてね、もう伴奏中の伴奏やなんて。自己ブランディング歴何年ですか。もう10年ぐらいやってるじゃないですか。インスタは本当に多分出だした当初、そうだよね、10年とか。そうだよね、遡れないんですよ、写真が。ありすぎて、それを見て夏美ちゃんこうね頑張ろうと思って、ね、でそんなでも昔の時とか何も考えてないんで。そう、あれよあれよってことですね。もうメルがもともと全然超アナログのサロンだったんで、 SNS とか誰も何も、まあ、代表がちょっとやってて、10年前なんてね、みんななんかやってるケーキとか乗っけてるぐらいのそっからじゃあセルフィーとかいろんなスタイリングとかをやりしてみて、ね、いやマジで見てますよ、ね、今1ミリもやってないからさ。でもアイさんまだあげないのかなとか、もう需要ない。確かに今こそあげたら多分アイさんのほらめっちゃ嬉しいと思います、私も含めて。最近それ出してないんだっけ、なんでどうしたんですか。スタイリングしないんですよ。いやいやいや、めんどくせえなみたいな。いや、もう何もつけなかったら本当はそれが嬉しいんですけど、はい、仕事柄、まあ、つけやぐとか、はいはい、とかで使う、アイロンも年に2回ぐらいとかもうテンションなんですよ。でも今別にその考えを別のところに時間使ってたりするわけですよね。例えばコスメとか、なんか別のところにリソースメイクの動画を気持ちいいテンションになった時はそれぐらいで、でもスタイリング動画を、まあ、今に言ってくれる神経のお客さんがいると、もしいつから見てるんだろうとか、まあ、隠れ込んでくれたのかなとか。あ、さとこなんかラーメン食いながらだってセルフィッシャーだった。それラーメン見たことあります。どういうあれで始めた。需要はでもやっぱあるわけですね。人の隣が分かる感じにしたいなっていうのがあって、この髪型してるからって言ってなんかすごい
パンクロックのミュージックが好きかっていうのは意外とそうでもなかったりするんで、私っぽいものをって思った時にラーメンを食べる動画を上げたら、新規のお客さんとか一発目がなんかスタイルとかじゃなくて、ラーメン食べてるの美味しそうですよね。休みの日に何できるかなをずっと考えてるので、やつみちゃんのプライベート出さなそうだもんね。そうですね、本当に私多分前世猫かもしれない。でもコロナ禍あれですよね、インスタライブでなんか料理しましょう。やばいっす。やばい。とりあえず冷蔵庫の中のものをフロアさんにこう紹介すると、人参があります、玉ねぎがあります、はいはい、そうするとみんながこれ作れますって教えてくれるんで、それを言われた通りに作るんですけど、はい、ログがあるじゃないですか、ラグ、ログ、ラグ、タイムラグがあるんでうまくいかないんですよ。だから絶対に失敗するんです。で、私はもうパスタしか作れないと思われてるんで、なんとなくこうあやろうぐらいな感じなんか作戦なの。料理やってたのは2ヶ月休業してた時の、うん、寂しすぎて何しようみたいな、毎日投稿もしてて投稿するものもなくて家にいるみたいな、何しようみたいな、喋り足りないし、その時が一番フォロワーさんと近かったなって思います、ね、実際やっぱお客さんもさ、自分のファンの子が来てるって実感が結構ある。そうですよね、もうそうかもしれない。あ、そうですね、やっぱ女の子は自分に憧れて来てくれてるなっていう感じなんだ。スタイル持ってこない、私の髪の毛を保護されてます。じゃあ、あゆさんになりたい。そこ結構男女で違うかもしれないですね。まあ、内田さんはちょっと別ですけど、今のこうインスタってこうどっちかというとバックショットとか、まあそうね、女性像をイメージして作って、そのスタイルをやりに来るじゃないですか。どっちかというとプレイヤーの顔が思い浮かばないですよね。女性はやっぱ違うですね、特に皆さん。私、お客様から内田さんの本人のヘアスタイル見せるの。僕のね、女性です。もうアイドルみたいな。確かに佐藤子の写真持ってくる人いたわ、俺。なんか通ずると。多分多いかもしれない。多いね。みんなやっぱトレンドを自分から見出せるからいいね。その子は結構意識してるんですか、その例えばバックショットだけ上げないとか、スタイル写真も日常でまあ撮るわけじゃないですか、お客さんも。それだけ上げないようにしてる、意識はしてるんですか。それだけにはまらない。比率はめっちゃ減りますね。そうですね、アイリさんは昔お客さん撮ってたんですけど、はいはい、あそこもストーリーで、そうなんだ。で、色とかは載せることもあるんですけど、はい、それは何か理由があったんですか、きっかけとか。いや、なんか伝えてきたんですよ。分かる、俺もね、地域あったんだけど、あのね、自分の方がいいねがつく。それはでも、そうそう、自分の方がいいねがつく現象が起こんない。そうそうそう、そう、それ鼻がある人、あるある。だから、自分を出た方が伸びるなみたいなね。迷いますよね、そのいいねを欲しくてそっちを上げるのか、もう自分としてスタイルを上げるのかね、なんか迷う時期っていう曲あって、で、結局スタイル上げてって、たまに上げたら、あ、また自分がみたいな、そう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 、なんか葛藤しますよね。そうですよ。自分だけだとまた話変わってくるんですか。なんか嫌じゃない？なんか、まあね、なんか開いて自分の顔がなんか並んでるとちょっとなんかなみたいな。並んでるわ。なんか、いやアイさんはいいんですよ。スタイルもあってってなってくると難しいです。バランスっていうか、何にウェイトを置くかって、なんかその時の自分のブームみたいなのになりますよね。それこそ私、内田さんの、あの、私の保存のとこを遡ると、内田さんがウルフにハマってた時代があったのかと思うんですけど、なんか手先がイエローのウルフが可愛すぎて、その人のブームって絶対あるじゃないですか。私、あれなんですよね、ボコーズのスタイルとか、刈り上げのスタイルのオーダーがやっぱ多いんですね。流行りというか、多分もう染みついちゃってるんで、はい、ロングからドネーションして刈り上げまで行きたいですっていう方とかが、もうほぼ毎日、それこそ前髪だけで残してて、後ろ全部坊主とか、すごいです、ね。それをやってくれる人が多分いないから、私のところに来るんですけど、ちょっと断るかもしれない。そう、それぞれジャンルがやっぱ違いますね。違いますね。クリエイティブ系がやっぱりと思ってないんですけど、逆に普通のワンリングスとか言われると、あ、ワンリングス切りますってはなります。なんか、いや、でも分かる分かる、普通なオーダーが来た時に私にいいです。私にいる、なんかナチュラルなわけはある。だからさ、結構この3人はもうみんなゾーンが高いですから、お客さんも自分っぽい人、自分になりたい人が来るじゃん。みんなさ、それぞれブランディングがあって、インスタ上ではすごい憧れの人なわけじゃないですか。で、来た時に、本当の自分とインスタ上のギャップがあるじゃん、絶対みんな。それぞれ。男らしいっていうか。愛理ちゃんとか喋ったらさ、めっちゃ着
ちゃ下町系じゃん。なんかちょっと演じなきゃいけない苦しさみたいなのあったりしない？いや、全然。私はもう逆に、あれなんかすごい意外と声低いんですね、みたいな感じがむしろいいかなと思ってるんで、逆になんかそのままのことの方が多いんですよね。そうなんだ。なるほどね。はい。やっぱしんどくなりますよね。キャラ作る。ああ、熱いさみたいな。ウィスみたいな。ウィスみたいな感じなの？お願いしますみたいな。ああ、なるほど。まあでもその方が多分もうずっと通ってくれやすいのかなと思いますけど。ありのままでやった方が。動画上げてるとすごいそれも言われるんですよ。私がよくこうヘアゴムをこれやりますねってこう3本指でこうやってやってたやつをこれが可愛く見えたらしく、はい、もっとなんか女子女子してる人だと思いました。あいさん顔立ちもそうですね。それをめちゃくちゃ言われるようになってなんか恥ずかしくなっちゃってあ意外となんかあれなんですねみたいなの言われたのでなんかもうごめんなさいって言って思ったいいギャップですけどね。もう素でもう全然そこのままそう内田さんもでもあるんじゃないですか。いや、俺はめちゃめちゃ格好つける時がある。それめちゃ聞きたい。はいはい。私、なんかお客さんで、美容学校生さんが、あの、内田さんのとこに行った時に、はいはい、なんか、よし、じゃあ、格好つけるみたいな。あ、そんなことあるって言ってる。え、それ女性ですか男性ですか。どうしたんだろう。とにかく。え、それはもうずるいです。内田さんにやってほしくて来た人からしたら、なんかもうお願いします、みたいな。え、うちさんでも私が髪切りに行くとそういうのなかった。なんか選んでるんですか。選んでる、選んでる。使い分ける方なんですよ。俺はもう使い分ける。自分もそうでしょ。いや、僕なんかお金落としそうな人にやった。そういうキャラ。全然別に俺なんかそういうなんかみんなみたいに僕に会いたくて来る人ってほぼいないんで。けんこちゃんにはどんな人が来る。僕はでも本当にそのヘアカラーで悩みがあるとか失敗したとかそっち系の修正系なんで見ないですよ、むしろ僕の方。自分の髪の毛、あ、ここなんだ。だからだから僕の方ね、合わせたら確かにね。まあ羨ましいです、華やかで。でもその自分のブランディングで来てくれたお客様って例えばじゃあこのぐらいはこのぐらいに切っちゃったとしてもまた来るじゃないですか。それがアイキさんがいいと思ったんだったらそれでいいです、ありがとうございますって。でも技術を求めて来る人って人じゃなくてこうなりたいで求めて来る人がたくさん来るじゃない。でこういう風にしてほしいって言われたのになんかえとかってずっと声出てなんか私はもうそれを考えるとゾッとしちゃうからすごいなって思う。そこが勝負どころなんで、うん、僕たちもそれが楽しいです。逆にお客さんがこれやりたいって言った色をスコンとピンポイントで当てた時のところに何かこう嬉しさを感じるタイプ。そういう人はもう離れないと思う。そうですね、まあどっちもいい側面はあると思うんですけど、こっちはなんかがっかりされる可能性あるんですよね。お任せは圧倒的に多いよね。お任せでもういい感じでみたいな。確かに確かに。こっち側は何回かやっぱ通わないとお任せはないんですよ。そうだよね。それがすごいなって。内田さんはどっちになるんですか。クリエイティブを求めてくる方が多いのか、内田さんを求めてくる方が多いのか。すごい今じゃなくては美術かもね。昔はもうアイドルですから。そうですよ、アイドルには似て失敗してもやっぱ喜んだもんね。会えた会えた。舞台とかがさ、たまに来たりとかする。ああ、そう。本当もう今ね、旬の3人ですか。いやいやいや、もうだから、そんなこと聞かせてもらいますよ。これまだ女子バージョンだったオープニングだった。いやでもその時、ケンゴちゃんの涙を見た時に、あなんか本当になんかピュアだなって思う。問題じゃないみたいな。やっぱりなんか生活リズムが変わったじゃないですか。こういう飲み会もなくなったし、みたいな。で、うちはそのさっき言った働き方の制度をなんかいろいろ選べる仕組みにちょっとずつ変えてるんで、フレックスが選べたりとか。